はい、どうも B キャンプの中ちゃんです。以前から組み立て露天風呂やるということでボイラーの修理にばっかりですね、ちょっと時間取られてですね、本来のこの風呂桶とガスの機構の方ですね、全然紹介できてなかったんですけれども、以前の動画見てもらえばわかるんですけども、穴が開いてですね、今ちょっと使い物にならない状態なので、こちらの動画先にやってみたいと思います。それじゃあですね、組み立てていきたいと思います。このマットはですね、この風呂桶の中に敷くものですね。でこれも、風呂桶の中に貼って水が漏れないようにするシートです。ちょっとしばらくぶりにやるのでね、自分でも忘れてるところがあるんですけども、これが、風呂の底の方になりますね。まず外枠の方からですね、これがですね、ボイラーのお湯の通るところの穴開いてます。これ組み立てていきます。これは、こっち側かな、こっち側ですね。こんな感じで、まあ、軸テープつけて置いてますね。ですんでちょっと組み立てたい時一人でもできるようにしました。ですね、ここまでやるとこんな感じになります。この木にですね、水を掘ってですね、この板通って、がっちりなるようになってますね。まあ、この風呂桶ですね、もし皆さん作るときですね、好きなように作っていいと思います。自分はちょっとあるコンパネだけで済まそうとしているので、こんな継ぎはぎだらけになってますけども、これで床完成ですね。で次がですね、この下に座ってもいいようにですね、マット敷いていきます。こんな感じでマット敷きましたね。防炎シートをやって、どうやって水出ないようにするか、これですね、ちょっとこれガムテープで押さえてるんですけども、ここのつなぎ目、折り目のところをつないだところですね、重ね合わせて、でアイロンでですね、熱でくっつけました。まあ、意外とくっつくもんですよ。これでやってますね。でボイラーの水の通るところはですね、これですね、プラ板で裏と思ってやって、接着剤がっつりつけてですね、やりました。これで水が漏らないようになってます。で、シート、水漏らないためにシートやるとこんな感じです。まあ、ちょっとぐちゃっとしてますけどね、水入るとですね、圧力でぴったりしますので。それでもう一つ忘れてたのが、この風呂桶の周りをガードしてやります。こうやってテンションかけてやるといいですね。これで水入っても風呂桶が崩壊しません。で本来はこれちょっと今簡単にやってるんで1本しかかけませんけども、この辺と下の方と2箇所ですね、これかけます。
そうすればもう万全ですからね。それでこれが、ボイラーの水出入りする管ですね。これをまあね、ここまでやってしまうとですね、もう本当に普通のうちの風呂と変わらない感じになりますね。はい。それでさっきですね、ちょっと挑戦してボロボロになってしまったこれですね、ボイラーですね。ボイラーの口を、ここにもまあ、あるんですけども、今外しちゃってます。こうつけて、これですね。これがガス4本使ってやるバーナーですね。これ都市ガス用の家庭用の風呂のやつ、ヤフオクで買ったんですけども、こんな感じでついて、ですね、で管がずっと来て、これですね、このボンベに合うこんな感じのアマゾンで買いましたね。これを4つ管でつなげて、これもエアの継ぎ手ですね。これもアマゾンでですね、ここで1000円とかいうのを買ってつけました。でこれがですね、逆止弁になりますね。ガスが逆流しないように。でこれもエアの継ぎ手、これ4本がですね、ガス4本つながって、で火がつくと。で今ですね、試しにこのガス1本でやってみたいと思います。ガス出ましたよ。もう出てます。おお、はい、こんな感じで火つきましたね。これ今ちょっとガス1本分なんですけども、こんな感じで火力も調整できます。これ1本であれなんですけれども、4本だとですね、だいたい4、50分でこの風呂桶の水がちょうどいい温度になります。でこれやったとですね、お湯が循環して風呂が沸く。でこのガス4本使い切ってですね、お湯が沸いた後ですね、保温するのにですね、ちょっとさっき動画で活躍したこれですね、またぐらくんって書いてるんですけども、今これに炭入れてるんですけども、練炭入れてですね、このボイラーのこのボイラーの下に置いておけばですね、10時間は保温できます。こんな感じで風呂やってましたね。それでガスっていうのを出しっぱなしにしてればですね、灼光多くなって結露して、だん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 ガスの出る圧力弱まってくるんですけれども、これホース長めにしてますんでね、お風呂の中にですね、これ4本底のここの底のあたりがですね、つくぐらいつけておけばですね、圧力変わらず最後まで使い切ることができますんでね。こんな感じで、すのこセットして、でこの銀マットもですね、お風呂枠までこんな感じで水面に置いておけば、お湯もそれだけ早く沸きますんでね。はい、というわけでですね、今回はですね、組み立て露天風呂のこの風呂桶と、ガスの機構をお伝えしました。早くですね、ボイラー直してこうやって熱ましくゆっこさ入りたいですね。今回は最後までご視聴
ありがとうございました。このセットが、まあ、このアンモボックスの中に全部収納できます。湯加減はどうでしょうか。